小児の藤井聡太五冠のファンの方なら誰でも知りたいと思っている内容の番外編を作成しました。第72期王将戦第1局が静岡県の掛川城で1月8日9日に開催されました。この時藤井王将が対局した時の勝負飯、おやつ、御城印などが大盛り上がりです。反響や余韻がすごいことになっています。最後まで見てください。ファンの行列のお目当てとなっていたのが、王将戦に合わせて販売された2人の署名が入った掛川城の御城印です。1300円です。なお正月のうさぎ入りは800円です。対局前日の前夜祭では、藤井王将が対局中に提供されるおやつについて言及していました。藤井、聡太、王将、掛川市はお茶の町ということで、以前の対局の際にも緑茶、抹茶、お茶のケーキなどいただいたが、本当にどれも美味しくて今年も楽しみにしていると語った。毎回対局とともに注目されるおやつでも、地元から嬉しい悲鳴が。藤井王将と羽生九段の2人が1日目のおやつに選んだのが明治25年創業、市内の老舗和菓子店伊藤菓子舗が手掛ける火の羊羹です。伊藤光雄店主、いろいろ注文の電話をいただいたり、店にもたくさんの方が見えていただいてお買い上げいただいている、とても嬉しい。提供されたのは柚子蜂蜜、掛川茶、本練りの3種の味が楽しめる盛り合わせでした。店ではそれぞれ単独で販売しているといい、9日は通常よりも多く150個を用意したそうですが、開店から1時間半で完売しました。羊羹は店主の伊藤さんが一人で手作りしていて、店頭のみの販売、しっとりとした食感と口どけの良さがこだわりだそうです。びっくりしました。こんなに早くいろいろな人に知れ渡るんだなと驚きました。日本を代表する方々なので、その2人に召し上がっていただけたということはとても光栄だし、ありがたいことだと思っている。羊羹は地味なお菓子だが味わい深いところがあるので、和菓子の美味しさや美しさを感じて召し上がっていただければと思っていると語りました。ホテルの中の売店には販売一時休止のお知らせと書かれています。茶畑やフィナンシェの生産が追いついていないということです。王将戦の反響は、勝負飯やおやつのメニュー開発を担当したホテルでも、去年の王将戦に続いて今年も藤井王将がリピートしたおやつが、地元掛川のお茶をふんだんに使ったケーキ、茶畑、ふるさと納税の返礼品にもなっていて、去年の王将戦後には注文が前の年の16倍に急増しました。藤井王将のお気に入りとあって、今回もすでに影響が、問い合わせをかなりいただいていて、9日午前中で30件程度の問い合わせをいただいている。ふるさと納税の返礼品については王将戦の始まる前と比べて約5倍の申し込みがあった。掛川グランドホテル宮川里子シェフ、去年注文していただいて、そこから予約が殺到して、私は1年間ひたすら作り続けた。その感想を1年後に聞けた時には涙が出そうになった。嬉しかった。オンラインショップでも販売していましたが、開局1日目に完売、今後の入荷のめどは立っていないそうです。掛川グランドホテルでは10日から4日間限定で王将戦のメニューとなった勝負飯やおやつが提供されています。提供されているのは勝負飯7品とおやつ6品、限定5食ずつで予約が必要です。特に人気なのは、藤井王将が味わった麻婆豆腐やオムライス、それに茶畑ケーキやプリンだということです。藤井王将の姿のアクリルスタンドを持参し、料理と一緒に写真に収めるファンもいたそうです。掛川グランドホテルレストラン担当石山拓也さん、料理は今のところは4日間だけ限定販売をさせていただいていて、今後も検討してできれば多くの皆さんに食べてもらえるように考えていきたいと語った。勝負飯やおやつの提供は1月13日までです。藤井王将が食べた茶畑ケーキとプリンは16日からホテルのレストランでも提供されるそうです。王将戦によるポジティブな影響が多い一方で、こんな事態も。
2日間で3000部が完売したという特別限定御城印なんですが、個人で売買できるサイトを見ると何十部と売りに出されているんですよね。しかもその値段が3000円台から、高いものだと5000円近くと、元々の値段の4倍近くで売られています。ほとんどが売り切れとなっています。いわゆるフリマサイトでは王将戦限定の御城印が高額転売されていました。無事王将が卒業した後半、小学校がある地区の式典では来賓が、無事王将が王将戦対局のため参加できないことなどを報告した。小学校2年時に同じクラスだった大学生金城さんは、地元の誇りと活躍を楽しみにした。同窓生は小学校時代の藤井王将について、おとなしい子、真面目な子と声を揃えた。一方で、走るのが速かった、ドッジボールの球がすごく速かったと運動能力の高さを誰もが認めた。4から6年の3年間同じクラスだった男子大学生は完璧主義でした。テストで95点を取っても気に入らなかったら破り捨ててたと振り返った。6年時の大阪、京都への修学旅行で一緒の班で USJ に行きました。ホテルの部屋で恋バナをしたという。5年時に一緒だった鬼頭さんは、授業中に先生の言うことを聞かずに怒られていた記憶があります。でもクイズとか何でも知ってたと語った。同じ小児教室でボコボコにやられたという近藤さんは、小学校最後の運動会で蒼太が締めくくりの言葉を喋って、いい運動会でしたと回想した。小学校入学時に隣の席だった大学生田所さんは、なんかぼーっとしてたおとなしい子だったと苦笑いしながら、今まで積み重ねてきた努力を出し切って頑張ってもらいたい、ぜひ発刊をとエールを送った。最後にお願いがあります。2023年には藤井竜王が八冠を達成すると思う方に、今後も藤井聡太竜王に関する情報をお伝えするためにも、最後まで見て忘れずにチャンネル登録とグッドボタンをプチッとお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。